この春18歳になる若者が市長選の投票に行くと力強く話しました。今年4月の統一地方選を前に、静岡市内の高校で選挙の出前講座が開かれました。静岡市の駿河総合高校で行われた出前講座には、来年度18歳になる高校2年生およそ230人が参加しました。講師は選挙の仕組みや大切さを説明し、若者が投票に行かないと若者の意見が政策に反映されなくなると呼びかけていました。その後、静岡市長選と県議選の投票日までに18歳の誕生日を迎える生徒3人が模擬投票を行いました。若者の投票率が低いっていうのを聞いたんで、未来を担っていくのは自分たち世代だと思っているので、投票しに行こうかなと思います。静岡市民のことを第一に優先して考えてくれるような人に一票を入れたいと思います。18歳の投票率は、投票日に高校3年生がどれだけ誕生日を迎えているかに左右されますが、去年7月の参院選では全体が 52.97% だったのに対し、18歳は 38.72% でした。